思い出の罪プラレビュー集。ウェーブ、ファイブスターストーリーズ。バッシュ・ザ・ブラックナイト。バッシュ・ザ・ブラックナイトとは、かつてファイブスターストーリーズに登場していた黒いモーターヘッドだよ。レッド・ミラージュと共に物語の象徴的な存在で、チートな戦闘能力を持った機体なんだけど、エストちゃんってファティマが乗らないとやる気を出さないんで有名なロボットなんよ。連載開始時に見開きで登場して以来、黒騎士の蒸気として大人気の機体だったものなのさ。かつて、なんて過去形で語らねばならないのが、残念無念冷やそうめん。ファンやが歴マイスターたちを失意のどん底に叩き落とした、2013年の X デー以降、三大モーターヘッドともども肩を叩かれちゃったのだー。君、もういらないよ。ファイブスターストーリーズとは、長野守先生が、機動戦士ガンダムダブルゼータが放送されてた頃から、月刊ニュータイプ史上で、救済しては連載再開を繰り返している、先生のライフワークかも陳内おとぎ話だよ。長野先生の出世作だった重戦機エルガイムの頃に書かれた設定をベースに、より壮大なスケールで描かれており、好き嫌いは別にしても、その時代の最先端のデザインをなんやかんやと取り入れてるのが特徴っちゃ特徴なのですよ。連載以外でもムックやら設定資料集なんかでお話が進んでるっぽい上、モーターヘッドのガレージキットも2万3万は当たり前。フリークはおぜぜの工面が大変だったらしいのだー。もうその必要もないけどね。2004年からの長い長い救済期間を経て、ようやく2013年に連載が再開されたのはいいけれど、モーターヘッドがゴテックメイドに変わったり、その他もろもろの大改変に、昔っからのファンにすんげー衝撃が走ったりしたもんだ。俺、これを気にもデラーやめるわ。とか言い出すともがらが出たり、ために貯めた資料本の山が紙くず同然になったよ。なんて呆然とするやからもいたもんだよ。ざまあねえ。キットの値段は3500円ド末。1997年にウェーブさんから発売されたインジェクションキットなのですよ。ファイブスターストーリーズのキットでウェーブさんとくれば、ガレージキットじゃねえの。なんて考えるのも無理なからんところだよね。モーターヘッドは長野先生のこだわりから、とんでもなく緻密なデザインになっており、インジェクションキットかは不可能だと一時は言われていたものでありんす。しかーし。ならばうちが作ってやろうじゃないの。的なノリかどうかは知らんけど、ガレージキットメーカーなのにインジェクションキットを作っちまったのが、100分の1スケールのモーターヘッドシリーズだったのですよ。インジェクションキットとして低価格で発売しただけでも画期的なキットだったのだー。多分。ガレージキットメーカーとしては最初期のインジェクションキットなもんで、すんげー荒削りなキットですぜ。高木義行先生のボックスアートがたまらん出来だったんで、ついつい買っちゃったんだけど、ガンプラよりも肉厚で重てい箱にざっくりしたパーツが詰め込まれており、パーツの接着面の合いが良くねえし、ガイドピンすらついてねえんで、接着したパーツは輪ゴムやテープでしっかりと固定するのが当然の行為なのですよ。瞬間接着剤と硬化促進剤があれば若干楽だけどね。結局、作るにはガレージキットを作れるスキルが必要なキットだった上、精度が低い分、ある意味ガレージキットよりも作るのが大変なキットだったんだよ。参ったねー。とはいえ、プラモデルの分野の裾野を広げたという点ではエポックメイキング的なキットだったことには変わりなく、このキットから、ファイブスターストーリーズなりガレージキットにハマった連中も多かったりしたものだよ。どうだかなぁ。アトキセン仕様のキットなんで、パイドルスピアと円形ベールが付属するんだけど、初登場時のベールやスパッドは付いていないのですぜ。パイドルスピアは、グリップの部分がジュノーンのキットとは形状が違うのですよ。腰のアーマーの接続パーツが小さく切ったスプリングだったりと、ガンプラに慣れたモデラーはギョッとするに違いない仕様が懐かしいよね。このキットのみならず、モーターヘッドのキットは超難関の部類の存在なもんで、2、3個、似たようなキットを集作として組み立ててから、本命のキットを制作するのが当然の行為なのですよ。瓦礫マイスナーならともかく、ガンプラモデラー特有の先入観でこさえると、所詮、ガンプラの延長線上の完成品にしかならないのですよ。なんて、昔マグロを作った時に、ダチにすんげーバカにされましたぜ、こんちくしょう。インジェクションキットではあるんだけれど、組み立てる前に中性洗剤でパーツの洗浄をきちんとやっておかないと、接着とか塗装の時に、やっちゃったー。なんて思いをするのは確実だよね。出来の良いウェーブさんの144分の1スケールのシリーズとは、別物と言っていいシリーズなんで念のため。次回のキットは、これだ。